大抵はフィクションである。間違いない。めちゃくちゃ現実的な。実はそういうアニメなんですよ。なるほど。アイドルファンというものだ。あ、この子見たことある。かわいい。なんで患者の病室でアイドルの DVD 流してるんですか。患者の病室で変わった先生が出てきましたね。ロリコンですね。若干引いてるでしょ。目が死んでる。アイドルってみんな若いからな。この子がメイメイ。ガラケーにいっぱいキーホルダーついてる。患者さんの推しが愛ちゃんやって知ったって感じか。その患者さんきっかけで愛ちゃんを知ったのかな。先生意地悪だね。切ない。体型生成制裁防止。なくなっちゃってんな。なくなっちゃった。彼女が夢見た道を歩く、その姿を見届けたいだけなんだよ。ああ、そういうことか。ああ、そういうことね。結果ロリコンってことですね。厳しい。看護師さん厳しい。目に光がない。でもその愛って子が付き合ってって言ってきたら付き合うんでしょ。さて昼休みも終わりだ。いい、淀むなよ。話をそらしたね。星野さんは初めてですね。はい。愛ちゃんでしょ絶対。もう声からして可愛いと。俺もっと可愛い。可愛い。そっちは順調。今日も問題なかったよ。あ、愛ちゃんのんきだ。ちょい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 だわ。だよね。くだつでしょ。先生デレデレ喜んでる場合じゃない。かわいい。ほだされちゃうなこのかわいさ。内緒だ。内緒だった。内緒なら仕方ないね。医者としてはそうとしか言えないな。愛ちゃんの気持ちになったら産みたいよねやっぱり。医者としてはですよ ね。私も言われたよ。今死ねばワンちゃんアイドルの子として生まれ変われるのでは。怖いよ。おいおい死ぬな死ぬな。思ったことあるなこれ。すげえわかる。ファンの意見ってのは身勝手だよな。患者さんの顔待ち受けにしてんねん。え、ロリコン言われてもこれは仕方ないね。東京じゃこうはいかないな。うわめっちゃ綺麗。本当に瞳の表現がいいんだ。綺麗ですね。星みたい。困った困った。愛ちゃんこういう子かわいいな。かわいい。ほんとかわいいな。やっぱ自信家な子かわいいよね。公表しない。公表しない。悪い顔かわいい。絶対大変でしょこれ。嘘はとびきりの愛なんだよ。ああ、そういう考え。みんな気づいてないけど私たちにも心と人生があるし。そうなんだよね。星の愛は欲張りなんだ。愛ちゃんがそういうならもう仕方ないかなって。自分が可愛いと分かってるタイプの人じゃないですか。僕はどうしようもないほど君のファンだ。興奮してる。こんな良心的なファンが一体どれだけいるだろうか。この先生さ、シンでさ、愛ちゃんの子供に転生したりとかしやん。転生ストーリーではない予想。だって私の子だよ。きっと小顔で美人に決まってる。なるほど、ね、いい。ポジティブだね愛ちゃん。ちょっと愛ちゃん能天気すぎんか。より安全に確実に産ませてやる。社長も一緒に頑張ってる。勝手に生まれてくるわけじゃないんだよ赤ちゃんって。やだ、先生がいい。うん、かわいいな。かわいい。星の愛の担当医。ちょっと待って。誰。もしかしてストーカーか。出産も控えたこのタイミングで。大丈夫これ。ここで殺されたりしやんよな。あの子の子供。頭から血が。今死ねばワンちゃん、アイドルの子として生まれ変われる。嘘でしょ。私は予想合ってるかもしれない。先生が今死んで先生が生まれてくる。自分の話とは思わなかったんだから。自分の話とは思わなかったからって言った。転生しちゃったんか。そう、ちょっとあの想像してたのと全然違ったんですけど、テイストが。こんなことで驚いていたら最後まで見れませんよ。俺みたいな人間は死んだら地獄に行くと思っていた。家イが家イしてるよこれ。こんな家やだ。家イしてるじゃん。家イやん。家なだけに。すっごいさらっとなんか。やっぱり可愛い。遺伝の力強いな。先生可愛い。いい子ですね。アクアマリン。アクアマリン。キラキラネーム。この赤ちゃんライフを堪能したい。めちゃくちゃ幸せそうな顔するやん。転生物語やってんや。強くてニューゲームにも程があるでしょう。推しから授乳してもらえるライセ。こっちはややダメージの少ない名前をしている。
まあ、確かにダメージ少ないね。まあクラマリと比べたらね。このルビーちゃんも転生したんかな。ルビーちゃんも誰かの生まれ変わりかな。もしかしてさっきの患者さん。パイが大丈夫これ。ちゃんと直すんや。ちゃんとあげてあげる。授乳するような赤ちゃんいる時って襟ぐり空いてる服着るからね。ベビーシッターなんて経験ないのに。かわいそうだよ。確かにベビーシッター大変やんな。ご飯といえばこの間うちの子がうちの子言っちゃダメ言っちゃダメ、あいちゃん言っちゃダメ。音源聞いたけど良くも悪くも普通って感じ。B小町めっちゃ言われてるやん。めちゃくちゃ言うねこれ。え、ひどい。みんなまあこういう運が売れるんだけどな。むちゃくちゃ言うやんみんな。こんなひどいこと言うみんな。いいものを作るふりして見てるのは数値だけ、うん、まあ、そういう世界だよね。いいものを作るっていう気持ちはいいかもしれないけど、見せてやれ愛ちゃん、実力見せてやれ。雰囲気が変わったぞパフォーマンスで。うわすごい。うりゃおいうりゃおい。僕は僕で楽しくやらせてもらう。ニヤニヤしてんなこの赤ちゃん。赤ん坊が浮かぶ表情じゃない。あれルビーちゃん、かわいい、かわいい。ルビー喋った、ルビー喋った。おむつ替えたばっかなのに失禁しそう。控えめに言ってキモいな。アクアマリンが転生ならそれはルビーはどうなのっていう。ルビーちゃんもそういう子やった。赤ちゃんの語彙力じゃないよ。めちゃめちゃオタクだ。ママの才能と美を理解しない人類が。あれ赤ちゃん？ツイッターでレスバしてるよ。厄介だな。めっちゃエゴサするじゃん。一回録画したら永遠に見れるとか鬼コスパ。愛ちゃんにバレんのかな。鬼コスパ。私は配信はよくアーカイブで見るので分かるよ。さすがにアイドルに授乳させるのは大人としての一線を越えてしまう気がする。大人じゃないよ。いやでもおっぱいガン見じゃん。まあそれは子供だからね。当然の権利というか。母乳の方が体にいいんだよ赤ちゃん。行ってくるね。本当に愛ちゃんの作画がいいんだよな。いやずっと作画がねいいなって。娘の私がママのおっぱい吸うのは自然の摂理なんですけど。さあ当然の権利を主張する赤ん坊がもう一人。与えられた当然の権利なんですけど。怖い怖い怖い。そうだね、ルビーちゃんおっしゃる通り。おむつ交換したいから向こう行って。その辺は大人のまんまでいられなかったんですよね。あれ自分で交換できんの。なんで私がこんな仕事。色的にパンパスかな。週刊誌とかにこのネタ売ったらお金持ちに。あ、そういうこと考えちゃう。でも顔が怖いよ。ほっといたら危険なのは間違いない。あ、ちゃんとこの机の角にベビーガードがしてあった。細かいですね。我は神の使いである。いや怖すぎやろ。赤ちゃんが喋り出したら怖すぎやろ。なんか来た、なんか来た。可愛いけど怖い。慎め、我はアマテラスの化身。ルビーちゃんもノリノリやん。さすがだ。うまい。アマテラスの化身らしい。死ぬ。そう死ぬ。超具体的。とストレート。信じちゃうんだ。イケメンと最高。いやイケメン俳優と再婚したいんかい。ちょろい。この子ちょろいぞ。レンレンだな。私ちょっと変わったとこで育ったから。やっぱこの子あの患者さんじゃないの。将来考えたことなかった。なんやルビーちゃん、なんかありそうやな。ルビーちゃん前世なんやってんやろ。え、絶対あの時入院してた子でしょ。違うのかな。サリナは前世の名前だし。え、あ、判明した。あ、そうなんだ。ルビーちゃんって、あ、繋がった。え、ということだ。ちょっとやっぱりサリナちゃんだった。今月の給料20万。あ、あや20万。いや今時のアイドルもうちょっともらってるでしょ多分。売れてる子、世の中結局お金だって気づいたの。気持ちとしてはわかるよ愛ちゃん。やだ、世の中お金とかアイドルにあんまり言わないでほしい。いろんな選択肢をあげるには私がもっと売れて
もっとバシバシ稼がなきゃダメなんだよね。あーらそういう理由ね。めっちゃいい子、ちゃんとお母さんしてるじゃん。愛ちゃんすごいね、16歳にして。その高いアイスをやめなさい。ダッツじゃん、スーパーカップ食え。スーパーカップにしろ。ハーゲンダッツ美味しいよね。高いアイスぐらいいいじゃん、頑張ったんだから。そして衣装代は天引き。あそうなんだ。そうなんや、アイドルって大変やな。レッスンにボイトレ、夜も家でフリーレする努力の子。声優時代思い出しますね。あー港区女子になってギャラ飲みで食いつなぐ元アイドルもめちゃくちゃいるじゃないですか。現実的、生々しいな。一人でも戦える何かがないとやっていけないところなの。芸能界って大変やな。本当にそうなんですよ。気分乗らないな、エゴサしよ。現代的だな。気分乗らないな、エゴサしよ。痛いとこつくな。気にしなくていいよ、可愛いよ。エゴサしたら鑑定辛くなるよ。大丈夫？すっちゃったりしない？来ちゃった。え、かわいい。来てもいいの？赤ちゃん。かわいい。いいですね。この歌いい。言うたやんな。あなたのアイドル。これは乗れるわ。なんだあの赤ん坊、おたげ打ってるぞ。あ、ちょっと。これちょっとバズっちゃうよ、この子供たちが。覚えちゃったぞ。いいね、愛ちゃんいいね。